船長の宝生家は全員怖いのダメで、船長以外。いや、船長も怖いのダメなんだけど、好奇心がすごくて、興味津々なの。一度見てみたいお化け、みたいな感じで。昔、テーマパークかどっか行った時に、お化け屋敷行こうよってなって、みんなむっちゃ拒否ってたけど、ゴリの推しで行ったの。そしたら、お父さんがビビりすぎて、すべてのムードをぶち壊すのね、とにかく。おい!あるんだろ!出てこいやーみたいな。驚かすな!知ってるんだ、いるの!みたいな感じで。この周り角を曲がったら出てくるって判断したら、お父さんは早めに驚いておくの。もう曲がる前に、わーって言いながら曲がるの。もういる、いるんだろうみたいな感じで、わーって威嚇しながら出てくる。で、しかも、その時、船長の首根っこを掴んで、船長をさ、盾にしていくのね。で、お姉ちゃんはもうね、現実逃避してて、後ろの方で歌ってんの。桜大戦の歌歌ってる。バースは、ゆくゆく。はい、マリンちゃん、ハモって、みたいな。バス旅行ってハモるのね。みんな顔、頭おかしい。